けろ。お待たせ。行け。アビシーに関わると厄介だ。さっさと出ようぜ。
デミゴットの皆さん、アルパジョとアラシア、レオナルドのご両親。レオナルドを知っているのか？はい、会ったのは一度だけですが、その一度の偶然の出会いが彼の人生を狂わせてしまいました。話してくれる？ぜひ聞かせてほしいわ。アウィシウッズをうろついていたレオナルドと私が出会ったのは6年前です。レオナルドはデミゴットに選ばれたことをとても喜んでいましてね。でもたった一つ心残りがあって、それは一目惚れした美しいアウィシーの娘に恋心を打ち明けずに任務に就くこと。そこで私は提案したんです。セリンのいる校舎まであなたを運んであげましょう。お代はあなたの全財産。ほんの冗談のつもりでしたが、レオナルドは喜びましてね。私も金に目がくらんで後先考えずに飛んだんですよ、彼を抱えてね。無茶でした。私は彼を落としてしまったんです。レオナルドは打ち所が悪くて半年近く意識不明でした。やがて回復したレオナルドはとても屈辱的な事実を知ることになります。彼はデミゴットになることが怖くて逃げたと世間が思っていること、特に彼の両親が怒り恥じていることを知ったのです。こうしてレオナルドは居場所をなくしてしまったのです。ああ、もういい、聞きたくない。私はなんて愚かな母親だったのかしら。私はしばらくここにいます。話を聞きたくなったらまた声をかけてくださいね。わしはこの後悔を抱えたまま死ぬんじゃな。僕も付き合ってあげますよ。わしは陸で死ぬつもりじゃ。さてお次はどうする、フラン。私の中の聖獣が私の細胞を探っている。こうして絆が強くなるのね。
頑張りましょう。
みんな感じない？神殿の中は土の力で満ちているわ。中に入ってみましょう。ヤギ座神殿の聖獣アマルテアよ、みんなよろしくね。さ、やろ。お待たせ。それ。焼き尽くせ。それ。ありがとう。どうぞ。助かるわ。それ。しっかり。どうぞ。ありがとう。お待たせ。すまん。それ。お待たせ。それ。行け。
れよ。ありがとう。あら？すまん。ピチピチだよ。ピチピチだよ。それ。お待たせ。それ。行くわよ。オーニス。
私の番ね。アヌアルパジョ、ピチピチだよ、ピチピチだよ。アルゴ、私の番ね。お待たせ。わしの番じゃ。お待たせ。それ。
ごらん。頑張れよ。お待たせ。それ。どうだ。お待たせ。それ。やっ。お待たせ。はい。どうだ。どうぞ。来た来た。お待たせ。
お待たせ。それ。落ちろ。どうだ。お待たせ。それ。行け。やっ。どうだ。それ。行け。少し疲れたわね。神殿で癒されたいわ。